いやね、あのね、エリアですけれども私は、はい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 、あのね、ストレスたまらなそうでいいねってよく言われますけどね、そんなことないんですよね、そうですこうどうやってこうストレスをこう解消するのかなと思ってさ、僕はね、みんなどういうジム考えてる、あジムね、ジム、まあ、やっぱね、なんか本読んだりゲームしたりとかでも、うん、まあ、ストレス解消にならない、うん、やっぱ汗かくことによってストレス解消される、これ事実ですよね、自然とで寝たら結構もう忘れてる、あー忘れる、うんうん、すごい自然にクリアになってるね、へー、うん、汗かいて寝る、汗かいて寝る、うん、一晩でスッキリしてる、俺いつも、そうね、うん、僕の場合はねちょっと違います、はい、僕そのストレスなるテーマのことあるの、うん、ずっと考えるね、それ一番良くないドツボにハマってる、あ、そうか、それエリアさん、あ、エリアパターン、エリアパターン、いや、おい、言うじゃん、バカって言われたら俺本当にバカなのかなと思って、え違ったんですか、いやそう、なんでここでまたストレス溜めなくちゃいけないですか、二人でやめてください、本当に、ね、本当収録中ストレス溜まっちゃいますわ、うん、もうどうすんのよ、もう、まあ、そのストレス解消ってことですけどね、うん、そうなんですよね、まあ、イカピーはストレスないからね、ないね、だからストレスと思わないからね、思わないね、だからね、うん、僕はね、その、まあ、ピーさんによくねネタを作るのが遅いって僕も怒られてきたんですよ、うん、王子さんもよく怒られてますけどね、でもその時にそのいや怒られることにこう気にするんじゃなくて、うん、やっぱ世界平和のことを考えることじゃないですか、いやいやいやなだから俺はそんな小さいことに悩んでちゃダメだと今世界で苦しんでる人がたくさんいるんだって言って自分の心に言い聞かせるわけ、なるほどね、でピーチごめんねって遠くで謝ってるわけ、あ、なるほどね、でも今世界で苦しんでる人がいるんだって、中東ではいろいろ問題があってね、それでいろいろのストレスは解消されてる、王子さんも確か提出期限守れないですね、守れない、あ、守れないです、それがあるともう本当に鬱になりますよ、うん、あ、ね、いつも、うん、でいつも簡単に鬱になりますよ、で期限過ぎて、はい、モンとするよね、モンモンとするモンとする、うん、そう俺それ聞いていつも思うねんけど、うん、じゃあ期限までにやったらいいやストレスならへんで、ね、やったらストレスならへんけど、なるほどな、うん、やったらいいんだけど、うん、やれないんだよね、だから、ね、感情がついてこないってのあるよね、感情で物事やってるよね、中間テストもその前日になって気合が入るでしょ、ね、感情によって左右する、だから中間テスト前 もう乗らんかったらもうやらへんってなるんですね、感情っていうかその気持ちな、気持ちがね、そうだそうだそうだ、それ一番ダメじゃないですか、いやいやいや、面倒くさいタイプですね、でもね、人を前進させる特効薬は危機感ですよ、うん、それはね思いましたよね、うん、ねえなんだよ、なんでノンコメントだよ、これストレス溜まるわいいこと言ったな今日は、俺は皆さんもストレスとうまく関わってくださいねあ、そうそう、成長するってことか、あ、なるほどね、まあでも僕らが一番おすすめしたいのは、ゴスペルミュージックを聴いてストレス解消してもらうってことですよね、罪悪感とかも、そうですよ、罪悪感の、ほんと、今ごめんな、今締めたのにまた突っ込んでこんどってくれる、今ので締められたはずやねんけどね、そうやね、うん、ということでまたストレスが溜まりました